世界的な手で日本でもおなじみのオリビエ・ペリエ、51イコールフランス、が25日の騎乗をもって現役を引退すると、A 競馬メディアレーシングポスト電子版が伝えている。25日は普通南西部のラテスト競馬場でニクラに騎乗する。ペリエは凱旋門賞3連覇、96から98年、を含む4勝の実績。フランスでは4度の平地リーディングジョッキーに輝いた。 日本でも JRA で379勝、重賞39勝を挙げた。2年と3年にシンボリクリスエス、4年は全ノロブロイでアーリマ記念3連覇した経験を持ち、1年ジャングルポケットと4年前ノロブロイでジャパン C を制した。短期免許を取得して日本で騎乗する外国人騎手のパイオニアとして、日本と海外の架け橋となった。